藤原秋は、日本のタレント、政治家、自由民主党参議院議員、資生堂美容学校校長、藤原義江の元妻、中見川彦次郎の諸子、旧姓は中見川、後宮下、筆名、龍その子、東京府出身、福沢諭吉の実施、園の長男であり、山陽鉄道の創設者で、 三井財閥の近代化に尽力した中見川彦次郎の三女。本名は秋。女子学習院に学ぶ。同級生に社会党参議院議員の加藤静江がいた。1913年、17歳の時に一度の見合いもなく、19歳年上の東京京橋の開業医、宮下祐介と強制的に結婚させられて、宮下生となり、事情を設ける。 1923年4月にオッペラ歌手の藤原義恵が帰国。帝国ホテルで開かれたベルギー大使主催のダンスパーティーの席で藤原と知り合う。やがて二人は恋に落ち、箱根へ一泊旅行へ出かける。1928年に離婚して藤原を追ってイタリアのミラノに移住。藤原との恋愛は世紀の恋と歌われた。 中見川家から破門されるが、唯一秋をかばったのが、藤山ライタだったという。1930年に藤原と正式に結婚。1931年10月、男児を出産。藤原歌劇団の育成に尽力した。戦後、藤原は藤原歌劇団のプリマドンナ、砂原道子と深い仲になるなど多くの女性と浮き名を流し、夫婦関係は破綻した。 1954年 NHK 会長を務めた古垣哲夫の紹介で資生堂に入社、美容部長となった。1955年から NHK のクイズ番組、私の秘密のレギュラー出演者となり、聴取者の人気を博す。同年、文京区春日の安藤坂アパートに住む。間取りは6畳の今、6畳の寝室、6畳のダイニングキッチンであった。 1957年、正式に離婚成立。1959年、資生堂の社長が、伊予田光雄から伊藤隆雄に交代。秋はこれを潮時に退社を決意するが、伊藤から建設中の資生堂美容学校の初代校長の話を持ちかけられ、同年、同校の校長に就任した。1962年、経済企画長長官だった伊藤の藤山。 愛一郎から電話で同年の参院選への出馬依頼を受ける。数ヶ月で顔と名前を覚えてもらうなんてとても無理な状況で僕は考えた。秋ちゃんほど全国に顔と名前を知られている人は他にはいない藤山は参院選直後に行われる自民党総裁選への出馬を考えており、一人でも多くの子会の議員が欲しいという背景があった。 しかし参院選立候補はすなわち、私の秘密のレギュラー交番を意味する。堅くなに断り続けると、藤山は1960年の自民党総裁選で、岸信介に裏切られた事情を喋った。それがきっかけとなり、愛さん、私やってみようかしら。愛さんを総理にするために、私の残りの人生をかけるわと伝えたと言われている。同年三月十二日、長官が、 藤原秋参議院選馬がと報じたため、私の秘密の出演はこの日の高知県からの公開制放送が最後となった。3月18日、自民党から参議院選挙全国区の秋の追加公認が正式に発表された。選挙対策事務長には藤山派の小泉淳也、衆議院議員がついたが、藤山は総裁選のように派閥同士の選挙になってしまっては、 藤原秋という候補者が活かされないと考えた。政治ずれしていない若手を、戦隊の最前線に立たせることを思い描き、藤山の主催する政治塾、藤山政治大学院で指導に当たっていた飯島清氏に、君たちが今まで勉強したものを実地にやってみたらどうかね。結果については、私が責任を持つと声をかけた。藤山政治大学院の受講生から、 平均年齢21歳の若手運動員が選挙スタッフとして抜粋された。事務局長には小林かなえ衆議院議員の元秘書の原島良次がついた。小泉淳也事務長と娘の小泉信子、飯島、原島、日本大学法学部を卒業したばかりの杉浦、和彦らが選対の中心メンバーとなった。飯島たちは秋の著書を読み、 おしゃれの哲学として書いてあった、清く正しく、美しくという一文を見つけ、これをもとに、清い政治、明るい社会、美しい国土というスローガンを作った。選挙事務所は、すきやわし交差点近くに設置された。同年7月1日、参院選が実施される。116万票の大量得票でトップ当選し、その後続々登場する、タレント議員の走りとなった。 当選後、杉浦和彦が公設秘書となり、原島と飯島も秘書となった。1967年8月8日、アクセリンパ種のために人期中に、東京医科歯科大学医学部附属病院で死去。69歳つ。ありがとうございます。